はい、どうも皆さん、こんにちは。クロウシュです。ということで、今回は SAR21 を使ってやっていきたいなと思います。はい、やっていきましょう。全然この銃のリコイルとかわかんないんで、どうなのかわかんないですけど、頑張っていきます。よし、行くぞ。うわ、なんかすげえ。全然リコイルないわ。笑ったわ、ちょっと思います。まあ、こういう風にね、ラップにチラッと映ったら、もうそこずっと覗き込む。これ大事ですね。え？ハードコアになったのこれ。すげえ解けるんだけど、何これ。さっきからなんかヒット判定音が出ないのになんか即死する敵が。なんでだろう。はい、けど。まあ、今回は普通に実況やっていきたいなと思います。SR 使っての実況ですね。自分 SAR 使った覚えないんで、まあ、やっぱね、多分。痛い。どっからや。そこ多分自分がこのアタッチや、この小両手サイト持ってるのは、これきついなぁ。これ結構きついやつだ。頑張って TD 下元、先輩にだけはならないように頑張ろう。やばいなぁ、この武器弱いぞ、これ明らか。弱武器の予感。ここに隠れよう、一回。そう。で、BF ね、4に関して足音聞かなくていいと思う、自分。理由はなんだけど、まあ、クラン戦とかだったら聞いた方がいいと思う。でも、のさぼで遊ぶには足音は聞かないでいいです。足音っていうのは、なんていうかな。少人数であれば足音聞いても、聞いたら場所がわかると思うんだけど、こういう風にのさぼで、まあ、十何人とか、一緒に遊ぶってなると分かんない、正直足音。味方の方が聞こえてくるんだよ。無理だよ。味方の足音とごっちゃになって結構分かんなくなる。落ちきついね。で、まあそういう感じで味方の足音で結局足音が分かんなくなります。なんで、まあ正直ね、のさばでの足音の重要性はないかなと思います。やばいやばいやばい、逃がして、危ない、やばい、これ無理だ。逃げろ逃げろ逃げろ、来た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 、危ない、来る、危ない、敵のブロックを出た、あれ、敵がいねえし、やった、オッケー、やばい、やばいよ。危ない。さあ、どうしよっかな。いますね。グロックの方が強いですね。敵かやばい、敵かやばい、よし行くぞ。さあこっちかな、スイートやばい、多すぎ、ほい、行くぞ、行け、わら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 、あー強い、 SR 意外と強い。ほんと意外と強いな。31発、昔のエースかな。若干エースのレート遅い版みたいな感じ。エースとスカーエイツ合わせた感じかな。かな、多分大体そんな感じだと思うな。うん、なんかね、スカイエースのレイトをちょっとエースっぽくした感じかな。行くぞ、来い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 、はい、うまい、こっちもいないか。
ないね。よし。やばい、敵の数、敵の数、やばい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 。残念。いや、自分やっぱまだ突っ込み癖が抜けないんですよ。のサバやってると。そう、あとね、KT を気にしたいんだったら、自分みたいな立ち回り出しちゃダメです。あい立ち回りって基本、運が絡んでくるんで、絶対、なんかな、2、3人、人がいたら、なんか、敵が1人クソエイムであることが前提になっちゃうんで、いや、1人だったら多分確実に倒せますよ、結局の話言うと。なんで今勝てなかったんだ。1人だったら、まず絶対倒せます。だって、最初に撃てば多分、先制で撃てば倒せるんだけど、で、もう1人は、ヘッドショット判定かどうかで勝ってます。一人はノーダメージで一瞬で倒しますよ。頭一発で。ドーンって。倒した後に、その後が問題で。わ、なんで待てんの今の。やば。で、こういう風にヘッドショットマンがいると勝てないですね。こういう風に。その場合一人でも勝てないです。ヘッドショットマンがいるとちょいちょいこういう風な感じで即死しますんで。PF ね、ヘッドショットいらないとか言いつつ、結局ヘッドショットゲーなんですよ。どうしてもなかなか早くは倒せるけど、ヘッドショットの方がね、やっぱ速攻で取れるんですよ、敵が。もうエース2、3とかはね、ヘッドショット入れないと勝てないんですよ。まあ入れないけどね、自分は。だから、なんか、普通に強いチキンタカスさんとかは、なんかね、ヘッドショットめっちゃ入れてくる。うわぁ、やばすぎ。遭遇戦弱え、この武器で。遭遇戦の弱さやばいな。嘘切れてるじゃん。自分ずっとブーストしててるんでね。で絶対多分なくならないと思ってずっとブーストしてますね。自分あと BF500 時間乗りました、とうとう。500時間ぐらいやってるってことですね。だいたい何日だ ?20 デイぐらいかな、そんな時期的には。OK。いいね。精度はいいね、この武器。やばい。DMR に負ける腰ダメか。やばい。やばいね、これ。スタービー欲しいわ。だからラピッドバイヤーとか欲しくね。L はいらないね。はい。って感じでね。何の話してたっけな。結局なんか BF4 の足音聞かなくてもいい話とかしたような気がするな。別にクラン戦じゃなくても足音は聞かなくていいって話か。まあその通りだね。とかしてたね。うん。途中でね、あれゲームに集中しちゃうとこうなるんだよね。こっちか。スイート。終わった。はい、30日で中です。AD3 ぐらいかな ?3.3 ぐらい。はい。ということで、以上ご視聴ありがとうございました。バイバイ。